始まりました。今日はですね、スペシャルゲスト、誰もが知ってる小川拓さんに来てもらいました。小川拓さんはですね、アマゾンリクルート、サイバーエージェント、アベマ TV などで数々の実績を上げられた伝説のウェブ解析師です。そんな小川さんに、今日は来ていただいてお話をしていきたいというふうに思っております。それでは行ってみましょう。久保田のぞむのアンテナ。というわけで、はいはい、来てくださいましたね。来ちゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみでしたよ。いや、本当光栄です。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずですね、最初、はい、やっぱり小川さんといえばってことで、はい、小川さんといえばやっぱり Google アナリティクスの、はいはい、まあ、イメージが強い中、ありますね。はいはい。まあ、最近はい、SEO の専門家としても、はい、いやいや、間違いないですよね。間違えられたみたいで大変でしたね。いや、全然楽しかったんですけど、やっぱり SEO の方が知名度あるんですかね、アクセス解析よりね。いや、どう考えてもウェブ解析地の人としてやっぱり有名だと思うんですけど、ね、いや、違う、てか、はい、世の中的に、私はね、多分アクセス解析、世の中的にはなんかこう SEO とアクセス解析アンケート取ったら、はい、SEO の方がやっぱり認知度高そうな気がしますけど、どうなんですかね。あ、まあ、そうっすよね。まあ、地味っすからね。まあ、そうなんですよ。みんなですよ。解析ね。そうなんですよ。それもどうにかしたいですよね。ねえ、せっかくなんでね。今、皆さんやってほしいですからね。いや、そうなんですよね。いまだに僕も SEO とウェブ解析士を区別しないで言われることが多いですもん。ですよね、ですよね。わかります。なんか、なんかウェブのことがなんとなく詳しい人たちみたいな。そうなんですよ。イメージありますよね。はい。もうなんか、おじいちゃんまとかになると、パソコンの電源の付け方わかんないみたいな。だから、インターネットの人、インターネットの人って言われます。インターネットの人ってなんだろうみたいな。そうです。まだ SEO なだけでも解像度が高いぐらいの。ですよね、ですよね。いや、一応専門はアクセス解析は、はい。少々足しなんでおります。よろしくお願いします。というわけで、今回ですね、まず小川さんにせっかく来ていただいたので聞きたいのが、はいはい、GA コミュニティ、まあ、ついに復活ということで、ね、数年の時を経て、はいはい、あれいきなり復活したじゃないですか。ね、だからツイッターでつぶやきがあって、はい、復活しましたね。すさまじい勢いでみんなが GA コミュニティ復活した復活したみたいな感じで話題になってたんですけど、そうですよね。あれなんか何のあれもなかったですよね。なんかいきなり復活したんですよね。ですね。そうそう、もともとね、 GA コミュニティって駆け込み寺みたいになってて、そうですよね。なんか Google アナリティクスで分かんないことがあれば聞くっていうのが数年前とか、はい、結構長い時間やってて、はい、でそれなんかいきなりそうそう終わって、でなんかみんなどこ誰でどこで聞けばいいんだか分かんないみたいなところでちょっとね、まあ、いわゆる子羊が増えていく中でなんか、はい、いきなり、いやあれびっくりしましたね。ね、まあ、ありがたいですけどね。いやめっちゃ嬉しかったんですよね。なんか質問してされてましたよね。しましたしましたしました。早速久保田さんも、はい、いやなんかもうみんなやっぱり GA コミュニティで回答しようっていうふうにこうなんか待ち構えてる人たちがめっちゃいて、なんか質問する人より回答した人が多くないですか。そうなんです。最初そんな感じですよ。もうみんな回答してるみたいな、うずうずしてるみたいな、そのなんていうかうずうず感を正直感じてあ、これはちょっと回答する側じゃなくて、質問する側に回ろうかなと思って、はいはい、やっぱり Google アナリティクス大好きな人だけが集まってるコミュニティなんで、はいはい、GA でやっぱり好きな機能とか、好きなレポート、はいはい、これ何ですかねみたいなのを、いいですね、投稿してみたんですよ。はいはい、そしたらなんかもう GA 大好きメンバー、まあ僕はもうもちろんずっと尊敬してた人たちがガンガンこうなんか書いてあって、僕はちなみに GA で好きな機能はユーザーエクスプローラー機能なんですよね。めっちゃ共感してくれた。いいっすね。なんか久保田さんなりなんか好きな理由とか、やっぱり、うん、例えば滞在時間とかあるじゃないですか、うんうん、の時に30秒このページ見てたよみたいなのがあったとしたら、はいはい、うん、その30秒の意味って何なんだろうって言って、はいはい、体験をトレースすることができるっていうところが、はいはい、ユーザーエクスプローラー機能の好きなところなんですけど、うんうん、人のこと知れますよね。そうなんですよ、はいはい、例えばなんか会社概要ページを30秒見てるっていう風になったら、うん、実際に会社概要ページを、うん、例えばデバイスがスマホだったらスマホで開いてみて、うん、30秒タイマー測ってやってみるんですよね、はいはい、そうするとあ、30秒で会社概要を見るってこんな感じか、うんうん、あれ結構長いですね、30秒ってね。長いっす、めっちゃ長いっすよね。30秒って言われるとね、普通に意外と5秒とか、そうですね、チャッチャッチャッ、そう、多分今から30秒黙ったらみんないなくなりますよね。あ、いなくなります。それだけやってください、それ視聴維持率大丈夫です。そうそうそう、ここで一気に維持率下げるんですよ。そうですね、これも長いっすよね、わかりますわかります。そうなんですよ、なのでやっぱりそこら辺が僕は面白くて、うん、なんかそのユーザーエクスプローラー機能大好きです。私も分析するときって必ずユーザーエクスプローラーって見るんですよね、はい、で、時々セミナーとかでも話してるんですけど、はい、コンバージョン、なんとなく見てもしょうがないので、はい、コンバージョンした人だけに絞って、で、そうすると出てくるじゃないですか、はい、で、それを一人ずつ見ていくんですよ、
はい、で全部メモするんですよ。で何時何分に見て最初に来たのはどこで、このメモ元 でこういうページって見てるので、気づきで文章5行ぐらい書くんですよ、はい、この人は最初この車の種別で探してたんだけど途中で気が変わってこの記事見て多分、ね、買いたい車買えたんだろうなと。あでその後お問い合わせする前に FAQ のこの2つを見て安心して納得したからお問い合わせしたんだよねっていうのを書いてるんですよ。買いたい車買えるって今急に例えで思いついたんですよ。はいはいはい。ごめんなさい、リアルな例です一応。いや、リアルな例です。はい、だけど一応、うん、そういう形で20人ぐらいやっていくんですね。はい、でこれだけ多分数時間かかるんですけど、はい、やってそうするとやっぱデータから見えてないことが見えてくるんですよ。あ、確かに。で何で悩んでるとか、意外と問い合わせの直前にこのページ見てるなって Google Analytics 分からないじゃないですか。分かんないです。コンバージョンした時に見てたページ、はい、だからセッションとかでやると、はい、コンバージョンした後に見たページ含まれちゃうじゃないですか。そうですね。だからサイト来て何か見てコンバージョンしてその後記事読んだとしても、はい、その訪問中に記事見たことになっちゃってるから、なんかこいつが貢献したように見えるんですけどしてないんですよね。そうなんですよね。とかが分かるので、それで定性的な意見を出してなんか FAQ 見てる人を多そうと思ったらそれを仮説に分析しに行くんですよね。みたいなやり方をしてるケースが多いですね。いやー、それはやっぱり面白いですよね。そう、意外なところが見えてきますね。今のちょっと話の中で、うん、多分その見てる人はまだスコープとかあまり分かってないかもしれなくて、とセッションユーザーですね。うんうん、その3つの違いもしかしたら分かってないかもしれないので、うんうんうん、ちょっと簡単に教えてもらってもいいですか。あ、お待ちください。教えてくれないの。振られました。ちょっと振ってみました。そうですね。ヒットセッション、まあ、ページビューセッションユーザーでもいいんですけど、はい、要はユーザーとかそのデータをどこの塊単位で見るかっていうところで、多くの Google Ads レポートは、まあ、セッションで見ることもあるんですよね。はい、その訪問の時にどこから入ってきたとか、訪問の時にどのページ見たとかっていうのを見るんですけれど、ヒットっていうのは単純に1ページ単位で見るっていうケースで、まあ、どのページよく見られてるかなんかは多分それで見てもいいと思うんですけど、実は大事なのってユーザー単位で見ることなんですね。でそのユーザー単位で見るレポートでそんなに実は Google Analytics で用意されてなくて、まあ、そのうちの一つが要はユーザーエクスプローラーで、例えばなんでユーザーで見るかっていうと、そうですね、じゃあ例えば工藤さん、 COVID ってサービス、あ、ご存知ですか。あれはいいサービスですよね。そうで、久保田さんのこの会社が提供している解析ツールのサービスあるじゃないですか。いいサービスですよね。ね、なんかチャンスできるレースみたいになってますけど。してます。してます。ダイエットしてますみたいになってますけれど。でもちょっとあれを例えばじゃあツールを導入したいときって、多分なんとかサイトに来るじゃないですか。はい。で、なんか他と比較をして、どれがいいかっていうのを決めて、はい、で、実際にコンバージョンをお問い合わせするときって、はい、もうトップってすぐお問い合わせするんですよ、多分。あ、そうですね。その前に上司とかでやり取りして、どうしようかな、これいいよとか、試してみていいよとか、いろいろ見るんだけど、でその訪問、さっきのスコープの訪問単位で見てると、結局、お問い合わせもすぐに一直線でお問い合わせした人に見えちゃうんですよ、その訪問時の見てたページ、はい。でもユーザーで見ると、その前後も見れるので、ちゃんと途中でこういうのを検討してから、成果につながったんだよねっていうことが分かるので、特にここ数年というか、やっぱりこのユーザーエクスプローラーも含め、ちゃんとユーザー単位で分析することの重要性っていうのは、ものすごく増したかなっていう。気がしますね。ありがとうございます。ステマ的な説明です。大丈夫でしょう。まさかコミットも入れてくれると本当優しい。まあ、そんないろんなまあ機能あると思うんですけど、そんな中でも小川さんがやっぱり好きな機能って、うん、多分多くの人が気になってるんじゃないかなと、ね、小川さんがどんな機能を使うのが大好きなんだろうっていうのは、これもね、あれですかね、はい、モバイルデバイスの入力メソッドっていう物理キーボードがついてるかついてないかっていうのは見かけで出るレポートをおすすめするのはいいんですけど衝撃的ですね。ブラックベリーがそれ以外それ多分一回みんな使い始めてすぐこれ、え、何使うそうそうそう、何ですか。お母さんがいいから使い始めてる、うん、おすすめですよ。何で嘘ついてるんですけど、まあでも機能としてはやっぱりセグメント機能ですね。あ、セグメント機能、圧倒的にセグメントですね。はあ、確かに小川さんのセミナーとか勉強会行くと、うん、セグメントの魔術師みたいになってて、だからセグメントしろせと言ってますけどめっちゃセグメントを使ってるイメージがあるんですけど、うんうんうん、なんかどういう使い方をすることが多いんですか。セグメントって定義上は、はい、あるサイトのデータに対してある条件で絞り込むって機能なんですね、はい、だからモバイルだけで見た人に絞り込むとか、このページだけ見た人に絞り込むとかっていうことなんですけど、そこはその機能としてはそうなんですけど、実は本質はそこではなくて、仮説を検証するための機能なんですよ。つまり例えば特集ページを見ている人とランキングページを見ている人では、ランキングページを見ている人の方が成果につながりやすいんじゃないのかっていう仮説が例えばあったとしましょう。でそれが正しいかを確認するためにセグメントを作るんですね。だから自分たちが知りたいこととか、ユーザーはこんな行動してるんじゃないのか、こんなこと思ってるんじゃないのかっていうのを検証するためにセグメント機能っていうのが用意されていて、はい、でそれが仮説通りだったかとか
仮説外のことが起きているのかっていうのをチェックするっていう考え方でいくと、なんか機能として使うというユーザーのことを知るための使い方としてセグメントが使えるのかなとは思いますね。あ、なるほど。小川さん、必ず最初にアクセス解析データを見ずに、ユーザーとして体験してみて仮説を考えてから解析ツール使いましょうってずっとおっしゃってるじゃないですか。なので最初に仮説があって、そのための検証としてセグメントを使っていくっていう考え方ですね。あと、その仮説を出すためにユーザーエクスプローラーを使うってことも多分そうですよね。あ、そういうこともやったりするんですか。だから私の一番最初見たのはユーザーエクスプローラーなんですよね。まずやっぱり見たいんですよ。で、こういったユーザーが多そうとか、次からつながる人がこんな行動してそうだと、それってユーザーエクスプローラーで見た定性的なものじゃないですか。はい、そのなんかあくまでサンプリング、サンプルが抽出して見てるだけ、全部見れないから。でもそれが多くの人がそういう行動してるか、例えば FAQ を見てからお問い合わせフォームに行ってそう。だからまあ FAQ を見た後にお問い合わせ行ったってセグメントを作って、はい、それがサイト全体では何パーセントなのか、はい、っていうその定性から定量で持ってくるための機能としてセグメントが用意されてる。あ、なるほど。いい考え方でやってますね。FAQ からお問い合わせに行ってるかどうかっていうのを見るときは何を使うんですか。そのセグメントのシーケンス機能っていうのを使って、はい、FAQ の URL 入れて、まあ、FAQ は必ず URL に FAQ って文字列が入ってると、はい、そのページを見た後にその実際にお問い合わせフォームまで行ったっていうステップ1、ステップ2っていうのを設定して、でそれでセグメントを作ると、じゃその条件に合致する人が何人いるかとか、はい、その条件に合致する人は他に見てるページはどうなのかとか、デバイスによって違いがあるのとか、新規リピートによって差があるのかっていうところを見ていくと、じゃあこれって本当に多くの人にとって価値があるものなのか、利用されているのか、だったら FAQ をもっと案内した方がいいよねとか、いろんなところの施策につなげていくっていうイメージですね。あ、なるほど。じゃあ、あくまでやっぱりユーザーの行動から抽出してヒントを得て、でその検証、仮説と検証をなんかこう繰り返して改善を考えていくってことですね。そうですね。なので1サイト分析して、はい、多分普通に50個ぐらいセグメント作れますね。あー、それは本当マニアックですよね。まあでも多分それが一番なんかユーザーのことを知れる方法なのかなっていう気はしていて、はいはいはい、うん、まあ、あとちょっとね、デバイスとかやるとまあ2倍になっちゃったりするので、確かに増えやすい傾向はありますけど、さっきブラックベリーとかいらっしゃると思そうそう、だからでも、うん、なんか仮説を検証するための機能として私はすごい好きですね、セグメント機能。あ、いや、確かにそうなんですよね。セグメントを使いこなしてるイメージは本当にありますね。なんかユーザーのこと知れるんで楽しいですね。あのユーザーエクスプローラーももちろんそうで、はい、先ほどおっしゃっていた通り、多分ね、ユーザーがこんな感じでこんな風に使ってるんだってなんか面白いですよね。いや、面白いですね。うん、さっきもおっしゃってた、その車の買うものを買えたなって思えるようなタイミングって確かにめっちゃ面白くて、すごい気づきがあるじゃないですか。もともとなんかそういうのって気づかないはずなんですよ、うん、なんですけど実際の行動を見ることによって、うんうん、あれですか、なんか車種、うん、見てた車種が変わったってことですか。そう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 、例えばなんかある車種で探してて、はい、中古車を売りたいとか探し買いたいとか探してて、はい、でもその中でオンドメディアとかいわゆるコンテンツを見てみました、はい、なんかね、そのいろんなおすすめの、なんだこの今シーズンおすすめの車とか見て、はい、まあ、こっちもいいじゃんってなって、ユーザーは今度そっちを検索し始めるんですね。ということは、このコンテンツってやっぱそこに、まあ、ユーザーの態度変容を促したようなコンテンツだったということで評価できるわけですよね。はいはいはい、っていうようなところをやっぱり見ていくっていうのは、やっぱりユーザーエクスプローラーとかちゃんと追っていかないと、その何でだろう、その変わったタイミングだったりとかっていうのって、まあ、ユーザーさんも無意識に多分やってるはずで、はい、でもデータって嘘つかないので、ユーザーがいいと思ったものをクリックするし、見たいものは見るし、見たいのも見たくないものは見ないじゃないですか。はい、読みたければ滞在長いし、読みたくなければすぐ離脱するから、そういったものが素直にデータとして現れているので、まあ、それを見ながら、あ、こんなふうにこの人思ってたんだなっていうのをこう想像を駆け巡らせるっていうことが大事かなって気がしますね。そういうその想像力とか、うん、まあ、言っちゃえば妄想力みたいなのってめっちゃウェブ解析士にとっては大事だなと思ってるんですけど、そういうのってどうやって鍛えてます普段。どうな、まあ、最終的には多分やっぱりやってきた数だとはもちろん思うんですけれど、ね、ただやっぱりトレーニングというか考え方として大事なのは、はい、なんかもし自分だったらこのサイトこういうふうに改善するかもなとか、 あと、はい、あと自分がよく私やってるんですけど、あの自分が態度変容した瞬間というか行動の時にそのスクリーンショット撮るようにしてるんですよ。あ、そのスマホとかで体験した時に、ね、あ、俺の態度が変容したっていう瞬間にですね。あ、これいいなと思ったとか、あ、これちょっと気が変わったなっていう時にスクリーンショット撮っといて、それが誰の施策のネタ帳というか、なんか最近掲示板作られてる、ね、そうそうそう、施策掲示板っていうのを作って、はい、そう、あのうちのサイトで、あのリンクは多分ここに載ってたのに多分概要欄に載ってると思うんですけれど編集者へのプレッシャーがすごいあのいやれ送るんで概要欄に載せていただきたいんですけどはいはい、はい、そうそう、でも先月だ、あ、先月末か今月頭でリリースしてもうなんか1000名ぐらいの登録が、そうですよね、うん、あって、その自分のなんだろうネタ帳の1枚、はい、50個ぐらい、はい、
公開してる。そういうのやっぱりやっていくと、なんかその改善の、ね、にもなるし、自分が態度変容した瞬間って画像があれば思い出せるので。そうですよね、うん、そういうのやっぱり大事かなって気は、はい、しますね。あの掲示板はなんかウェブ解析のコミュニティだけじゃなくて、データサイエンティストとかのコミュニティとかにも結構話題になってて、なんかね、そうそう、 SEO とかあのコメントいただいてたので。ですよね、うん、おーと思ってびっくりしたんですけど。そうそう、わーっと広がって、うん、すごい広まってますよ ね、 びっくりしました。私もあのメールいっぱい飛んでくるんで、登録があると。そんな中でもそのお気に入りの、うん、これは良かったな、これいいな、うん、まあ、自分の投稿でも、はい、他の方の投稿でもいいんですけど、うん、イケてた態度変容画面みたいなのを一つ挙げるとしたら、うん、すごいなと思ったのは、多分これ直接役立つわけじゃないですよ、はい、考え方すごい役立つなと思ってるのが、はいはい、婚約指輪、結婚指輪販売してるサイトがあって、はいはい、でそこであの指輪詳細ページってあるじゃないですか、商品詳細ページが、はい、ね、指輪が載ってて、はい、で値段が載ってて、いろんなのが載ってるじゃないですか、はい、まあ、よくある EC サイトですよね、はい、でそこにすごい機能があって、何かっていうと、はい、価格を隠すって機能があるんですよ。おお、わかります。押すと値段見えるんですよ。婚約者に見せたくないんですね。自分は知りたいけど、そう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 、シェアするときに価格を外してシェアしたいっていう気持ちに入るってことですか。そうそう、でその発想ってすごいっていうのは、何がすごいかっていうと、はい、これ皆さんの EC サイトでやる必要ないですよ。価格隠す必要はないから、はいはいはい、でもこの機能が実装されたことがすごいんですよ。確かに、だってめっちゃ考えてるぞ。カズ先生、この EC サイトでサイト作るって編集会議があって、はい、どういう機能を入れようかって時に誰かが言うわけですよね。買ってるんだけど、その機能どこにも用意されてない最初から。価格隠しませんとか、はぁみたいな。そう、クレイジーなのお前みたいな。そうね、開発かかるんだけどみたいな。ないですか。でもここの会社さんはブシェロンさんっていう会社さんなんですけど、はいはい、で店舗も当然世界中にあって、はい、でやっぱ店舗に行くと指輪に値札貼ってないですね。まあ、でも考えてたけど、久保田さんおっしゃった通りで、やっぱりその選びにくいじゃないですか。すね、そお互いの観点でね、はい、男性も気にせず選んでいいよーと。あ、そっちっすか。そっちもあるじゃないですか。え、めっちゃイケメンじゃないですか、その男子。いや、俺こっそり知っときたいですよ。裏目には一回渡しといて。そう、で女性も、そう、男性も値段気にせず選んでっていう時に、やっぱりね、はい、し、女性も、やっぱりちょっと引けちゃうじゃないですか。あ、確かに。高いのはちょっと特に悪いからみたいな、うん、そうそうそう、あ、ちょっとそう、それで、ね、そう、その関連であれですよ、あの昔、はい、大会までレストラン行ったことがあって、フレンチレストランに奮発して、はいはいはい、であのメニュー配ってるんですよね、当然ウェイターさんが、はいはいはい、でこうみんながどれにしようかってやるんですよ、はい、で奥さんお手洗いに行くことで、はい、でふと奥さんのメニュー見たら、はい、コースの値段載ってないですよね。あれは本当助かりますね。私たちの載ってますよね、はい、あのがっつりこっちには4万円とか Y って書いてあってこっち8万円とか書いてあって、であれすごいプレッシャーですよね。なんか大体3択ぐらいしかないワインのとことかあるじゃないですか、うんうん、その時になんかそのどれになさいますかとか、なんか品よく言われて、でこの間高級レストランなのに、うん、その価格ガーって出して、うん、どれになさいますかって言われて、もうお客さんと飲んでたんで、はい、一番この高いやつだこっそり渡してくれれば、ね、そうそうそう、中間ぐらいのやつ選べるじゃないですか、うん、でもこうガー出されたら、うん、いや、このなんとかなんとかなんとか8万円みたいなやつ頼まざるを得ないんですよ。あれ本当にやめてほしいな。そう、だからなんかその値段の見せ方の戦略ってやっぱすごい大事 で、はい、大事です。さっきのちょっと話戻すと、値段隠すって機能を実装したことがやっぱすごいと思ってるんです。あ、そうですね。そう、ちゃんとこれを編集会議で通してこの必要性っていうものがあるってことを理解して、はい、それで GO を出したわけじゃないですか。はい、だからこのマインドが大事だと思ってて、いやそれは本当にお客さんのウェブサイトのことを作るときとか、ね、それコンサルなのか中の人は誰か分かんないですけど、これ実装したってことすごいから、はい、この考え方をやっぱりちゃんと意識したんですよね。コンサルタントも作る側も、そのオフラインで得た知見とかっていうものをちゃんとオンラインに反映させるっていう、このマインドというか考え方を持っていた方がいいようなことで、まあ、その下掲示板に載せてるんですけど、面白いですよね。めっちゃ面白い、それはすごいですね、うん、下掲示板ぜひ会員登録してみてください。そうそうあ、コビットもぜひ。そうですね、コビットって知ってます？いいんですよ。ちょっと一応言ってきます。というわけでですね、まだまだ聞きたいことあるんですが、次の動画でまた聞いていきたいので、今回はですね、まず昨日のレポートの話でしたね、はい、広がっちゃいましたけど、いや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 、とんでもないです。ありがとうございます。いえ、ありがとうございました。というわけでですね、心にこの辺残ったなと思うものはぜひコメントいただいて、うんうん、高評価ボタンもぜひお願いします、はい、チャンネル登録もね。そうです、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと小川さんの言葉からちょっと言ってもらってもいいですか。私も、はい、もうすでにチャンネル登録して見てますけれど、まだ登録されてない方はぜひ、はい、登録お願いいたします。ぜひよろしくお願いします。マーケティングって本当に面白いですね。さようなら、さようなら、さようなら。